始めます。ジャッジの皆様、そして会場の皆様、こんにちは。熊本から来ました岡田コーヒーの久保田洋平です。よろしくお願いします。私はハンドドリップが大好きです。なぜならばそのポットから注がれるお湯はその人にしか出せないもので、そしてそれがコーヒー豆の持ち味を存分に引き出してくれるからです。今回は特別なコーヒータイムを共有したいと思い、さまざまなコーヒー豆を試しました。そしてその中でパワフルでユニークなコーヒー豆に出会いました。それがインドネシアワハナロングベリーです。アロマはフローラル、フレーバーはグレープフルーツやチェリー、そしてミルクやバターの甘さもあるのです。感動し、私は実際に現地へ伺いました。ワハナ農園はスコールの多いインドネシアで、高い水準のマシンを備えた屋内精製工場を作ることでフリーウォッシュを可能にしました。その他さまざまな努力や工夫によってこのロングベリーの品質は常に高められています。焙煎は同じ熊本808コーヒーストップの真渡ロースターとイメージを共有して作り上げたミディアムローストです。粉量は 25g です。引き目は粗めです。アシリティを心地よく楽しんでもらうためです。水はペーハー値 7.1、高度85、地元熊本のナチュラルミネラルウォーターを使用します。これがロングベリーにベストマッチしました。そして抽出方法、このロングベリーのために新たな抽出方法を開発しました。それがオールドノーニュードリップです。オールドノーニュー、それは温故知新です。現代的な計量しながら抽出することによるデータ化、そして伝統的な日本式ドリップのテクニック、その2つの視点から新しいドリップが生まれました。今から3回このオールドノーニュードリップを行います。それでは抽出は始めます。このオールドノーニュードリップには2つのポイントがあります。ポイント1、浸透圧を利用する。ポイント2、透過スピードの強弱をつけるです。残りの2杯も同じように抽出していきます。次の1杯でポイント1、浸透圧の利用について説明いたします。そして最後の1杯で透過スピードの強弱について説明いたします。このオールドニュードリップによってフローラルなアロマを入り口にグレープフルーツのアシティが口の中に広がり、そしてミルクの甘さが心地よい印象になります。このお湯が落ちきったら抽出を完了させます。そして次に、浸透圧の利用についてです。まずは蒸らしを行います。30g のお湯を注ぎます。そして20秒待ちます。こうすることでドリッパー内に濃厚なコーヒーエキスを作り出します。少々お待ちください。次に 200g お湯を注いでいきます。ここが重要です。今濃厚なコーヒーエキスと 200g のまっさらなお湯が同じ濃度になろうとする力が働いています。これが浸透圧です。この浸透圧によって成分が引き出されているのです。
い。そして次に最後に 70g お湯を注いで抽出を完了させます。この時ももちろん浸透圧が働いていますが、その力は弱く最終的な液体への影響度は少ないです。こちらもドリッパー内のお湯が落ちきったら完了させます。そしてこの影響度が少ないということに着目し、つまり1回目の蒸らし、2回目の浸透圧が抽出にはとても重要になります。このことに注目して計量しながら抽出し、そしてそちらのベストなレシピを作り上げました。そして最後、透過スピードの強弱について説明いたします。まずは蒸らしを先ほどと同じように行います。少々お待ちください。ポイント2番、透過スピードの強弱というのは、まずは弱い状態ですね、説明いたします。このように細い湯で同じ大きさの円を描いていきます。これが透過スピードの弱い状態です。こうすることでまずはあらゆるところから均一に成分を取り出していきます。そしてろ過層ができます。ろ過層ができ、その中でお湯がたまり、ピュアでポジティブな成分がたまります。これを一気に取り出すようにし、太いお湯を注いでいきます。これが強い状態です。こうすることで強いか弱いか、一定スピードの透過よりもボディはラウンドに、アシディがスイートネスを阻害せず心地よい印象になります。一杯ずつ抽出しましたが、心地よい温度を均一に提供させていただきます。失礼します。お待たせしました。失礼します。お待たせしました。失礼します。お待たせしました。そちらの資料をご覧ください。冷めてくるとグレープフルーツはチェリーのようなジューシーなアシティエ、そしてミルクもさらにリッチなバターのようなスイートネスへと変化していきます。いかがでしょうか。栽培からこの会場でパフォーマンスさせていただくまでに、このロングベリーをさまざまな視点から見つめ、多くの方から助けていただき、そしてバリスタという最終的なコーヒーの味の表現を作り出す立場として、このロングベリーの個性をハンドドリップによって丸くギュッと優しく表現しました。とても楽しい10分間でした。どうもありがとうございました。終わります。第7競技者久保田洋平選手でした。どうもありがとうございます。ありがとうございました。合資会社岡田コーヒーサテライト店、はい、はい、お疲れ様でした。はい、はい、お疲れ様でした。なんか素晴らしい感じでしたね。なんか熱いというか、やっぱり説明もやっぱりハンドドリップ選手権のチャンピオンだからでしょうかね。あ、
そうおっしゃっていただけると嬉しいです、はい、あのこの方あの、SCJ でやってるハンドドリップチャンピオンシップの、チャンピオンです。先ほどの、何でしたっけ、矢橋選手もあのサイフォンで優勝して、あの優勝するとあのブリュワーズカップにあのシード権で入れることになっております。で、あの久保田洋平選手はあチャンピオンはあのハンドドリップのチャンピオンなんです。やっぱりなんか貫禄というか説明のやっぱ違う感じがしました。とにかくあのチャンピオンの方 おめでとうございます。でかつですね、ちょっと聞きたいことがいくつかございまして、インタビューで、はい、あの今回選ばれた豆はどういう基準で今回この豆を選ばれましたかね。あ、今回選んだ基準はやっぱりこう新しい体験をジャッジにと思いまして、はい、あまりみんなが注目してないだろう豆を選ぶというのと、やっぱりこう綺麗な酸と甘みがある豆を選びました、はい、そしてあのこちらの農園の方とその大会出る以前からご縁があったので、はい、そのご縁をどうにか生かして僕が表現できたらなっていう思いが一番強いです。注目されてないけど美味しいやつを探してきた。そうです。やっぱちょっと違いますね、やっぱりね。とにかく久保田洋平選手どうもありがとうございました。もう一度拍手。ありがとうございました。ありがとうございました。ごめんなさい、なんか